今のほら、おめえの眼中にねえっちゅうことか。孫悟空、あたしと戦え。仲間が続いて落ちちまったっていうのに、あたしは何にもできなかった。あいつらの分まで勝ち残るために今よりもっと強くならなきゃなんねえんだ。スーパーサイヤ人2の先、3ってやつになる方法教えやがれ。ああ、もちろんだ。けど3になりたきゃオラを倒してみろよ。やめやがって。うわー、2人ともすごいね。すごいすごい。そろそろ変身した方がいいんじゃないか。本気出す前にやられても知らねえぜ。そうだな。そっか、待たせたな。まさかここまで利益上げてくっとはな、カリフラ。おめえなら3どころか、その先まで行けっかもしんねえな。ケル、おめえはどうすんだ。おいケル、一緒に3になるぞ。はい。いやケル、分かってるな。はい。何があっても姉さんについていきます。ちけーよ、一緒に行くんだ。あたしら二人ががっちり組んだら全宇宙で最強です。さあ、あげてくぜ。よし、二人まとめて。で合体すっとはな。待ってたぜ、その青いやつをな。全開バリバリでいくぜ。勝負だ、孫悟空。攻撃してきてもいいんだぞ。それ、おれ、それ。行きたい。おら、気合い入れるぞ。この私に手を焼いているようじゃ、あんたもまだまだしょっぱいね。おめえにオラは超えらんねえ。私がブルーになるの見たくないかい。なれるもんならな。絶対なってやる。あんたを超えたその先でな。気合い入れるぞ。違う。おい、ケクラ、これが本当の勝負だ。もちろんだ。マジ最高。やっぱあんたすげえぜ。倒しがいがあるぜ。まだまだこれからだ。いや、こっちだ。これがオーラの
手さ。全開でいくぞ。悟空のあの姿は？見せてもらおうじゃないか、身勝手の極意。こうなったら私の全てをお前にぶつけてやる。はあ、追い込まれたことで何やら厄介な力を引き出してしまいましたね。火事場のバカ力か。厄介だぞこいつは。いか、あの技をまともに食らったらいくら悟空でも。ケフラのやつ、全ての木を使い尽くすつもりか。待て、空中じゃ避けられねえぞ。それでは第二宇宙、第六宇宙、消滅でございます。はい。何なんだあいつは。ただ巨大化しただけですよ。見かけ倒しに決まってます。言われなくてもそのつもりだ。素早く動いて撹乱し、同時に攻撃を加えましょう。ウリザ、お前も手貸してくんねえか。私がですか。やれやれ。
がおらぬ。18号さん脱落。第7宇宙は残りあと5人です。18号のクラやるしかねえな。ああ、そのつもりだ。みんな行くぞ。